やあ、私さん。昨日、ガンマライジング上から、タイクーン忍者ホームのレジェンドレアの効果が発表されました。読んでいきましょう。まずは表面から。タイプが邪魔、コストが5、1ラウンドごと追い打ち効果発生率が超アップ。2番目にカードを出したとき、AP プラス20、テクニカルゲージが超アップ。テクニカルバトル開始時、相手より RP が多いとテクニカルゲージが超絶アップ。相手のガッツ率を超ダウンということで、1ラウンドで AP が20しか上がらない上に、テクニカルゲージを上げるための丸3の発動がかなりきつい。ただ、RP 問題さえなんとかなれば、1ラウンドでテクニカルゲージが5段階伸びるのはかなり驚異的です。続いて、裏面。タイプが邪魔、コストが8、バーストした時攻撃必殺プラス2000、ダウンされたテクニカルゲージをリセット、相手のテクニカルゲージをリセット、さらに相手より体力が少ないとスロットアイコンの AP を全てプラス50、相手の体力を半分、ガッツ率を超絶ダウン。最後の一文で察しました。運営は50周年ゲームのジェネリック品を作り出そうとしています。確かに裏面は強いです。裏面はというわけで、裏面の強い点を一覧にしてみました。まずジャマーだから身代わりができないで、自分はダウンされたテクニカルゲージだけリセットをするのに対して、相手はテクニカルゲージの全てをリセット、スロットアイコンの AP は全てプラス50するので、最悪仕留め損なってもその次のラウンドで押し切ることができます。で、外務と同じく相手の体力を半分にできるところと、ガッツリ率が超ダウンするところなんで、まあ、裏面の殺傷能力は多分ね、外務超えてると俺は思ってます。ただ、表面かな。表面の弱い点をこちらに挙げてみました。まず最初に上がるのが追い打ち効果。正直カウンター効果が欲しかったんだけど、ここで追い打ち来ちゃったかっていう感じがします。で、AP が20しか上がらない。インフレしきった今の環境では正直35は欲しいところです。で、2番目出しのせいで50周年クロノスと被るんですよ。ちょっとこの辺が痛いかな、痛いところじゃないですけど。で、テクニカルゲージの超絶アップの条件が相手より RP が多い時っていうことでかなりきついです。表面が全てを台無しにしてしまったカードです。これは表面が失敗作だよ。お前もグランプリ降りろ。